除雪作業を担当する皆さんは常日頃から事故を起こさないように日々の作業に注意を払っていることと思われますが、依然として除雪中の事故は発生しています。特に一般交通車両の中での除雪作業は交通事故などの危険性が高くなってきます。機械の操作、周りの安全を確認することはもちろんのこと、さらに一歩進んで事前に先を読み予測し打つ手を考えるといった読みの深い作業を心がけ、作業を行う必要があります。このビデオではそんな安全作業の手助けとなるべく、ロータリ除雪車による除雪作業の方法とその際の操作のポイントおよび安全確認のポイントなどを紹介していきます。安全な除雪作業を行うために出動前のミーティングで気象及び道路状況、車両状況などについて情報共有を行います。登ってきてもらって道門まで、で道門口でまた U ターンしてもらって、また当日の作業予定や作業方法を周知し、作業の中で予測される事故の危険性などについて作業関係者全員で確認を行います。車両の点検では、オーガチップの減り具合、チェーンの摩耗状況の確認、装置のガタつき、ハブボルトなどの締め付け確認などを行い、点検不足などによる事故を未然に防ぐことが重要です。また、標識装置や灯火類に雪が付着していると、一般車両からの視認性が低下し、事故につながる恐れがあるため、確実に取り除くことが重要です。乗車の際にはステップに雪などが付着していると転落等による事故が発生する恐れがあるため、確実に取り除いた後に乗車しましょう。毎回の動作でつい慣れてしまいがちですが、エンジンを始動するときは様々な要因が重なり事故を起こすことを想定しておきましょう。誤動作、誤発進を起こし周囲の人を巻き込まないために、必ずギアをニュートラルにしてからエンジンを始動し暖気運転を行います。その上で車内警告灯状況をはじめ操作レバーなど車内指差し確認を必ず行います。作業前の装置の動作チェックは出発前に除雪ステーション構内で行うことが原則で、周囲にいる作業員の状況を把握して安全に行う必要があります。動作チェック中はその他の作業員が稼働範囲に近寄らないように、必ず見張りの作業員を置くことが必要です。ステーション構内から出るときはシートベルトを着用し、一般車両ばかりではなく歩行者の存在にも細心の注意を払います。監視者による誘導で柱や他車両との距離の確認や人の挟まれ事故防止に心がけてください。除雪作業は天候や道路状況、周囲の交通状況など条件が目まぐるしく変化するため、凍結禁止箇所などのチェックポイントや注意箇所が数多く存在し、臨機応変かつ的確な判断が求められます。ここではロータリ除雪車の作業状況別に考えられる
チェックポイントを紹介していきます。設定が高くなったり、降雪時の視界不良で凍結先の障害物が全く見えない場合があるので、雪が降る前に現場状況を確認することが重要です。凍結された雪は凄まじい力と破壊力があり、構造物に当たってしまうと大きな被害となってしまいます。特に谷地形になっている付近は凍結により雪崩を誘発する恐れがあるので、特に注意が必要です。歩行者がいる場合は作業を一時中断することが必要です。歩行者が多い場合での作業では誘導員を配置しながら作業を行います。誘導員についても除雪車との距離を一定以上確保するようミーティングで周知するとともに、必要に応じてオペレーターと無線交信できる体制を確保し作業を行っています。大川周辺は巻き込んだ雪の塊などが周辺に飛んでしまうこともあるので、多少の取りこぼしが生じたとしても駐車車両と十分な距離を空けて作業するよう心がけています。除雪車は待避所やバス停などで停車し、一般車両に追い抜かせるようにします。近くに駐車帯等の待避所がない場合は、見通しの良いところで一旦停車して通行車両を優先させるよう心がけています。作業中のバックや U ターンは一般車両のドライバーからは予期できない動きに見えることがあります。周囲にいる一般車両の様子を確認しながら行うか、一時的に中断することが大切です。交差点内での作業は通過車両や歩行者に対して特に細心の注意を払い作業を実施しています。すべての箇所を把握することは不可能なので、雪が降る前に現地を確認し、危険箇所に目印となるポール等を設置し写真に記録しています。雪が降る前の現地調査時に特に段差が大きい箇所については道路管理者へ早急に補修するよう依頼しています。目印となるポールを目安に速度を減速し、除雪装置を上昇させ、ジョイントやマンホールを通過します。シーズン中にパトロールを実施し、障害物の現状を把握し、ミーティング時にオペレーターへ周知しています。運搬排雪では車線を規制しながらの移動作業となります。随所に交通誘導員を配置するとともに、オペレーター、運搬用ダンプトラックと合図を決め作業を実施します。また交通誘導員が大賀には近づかないよう徹底することも重要です。スイングオーガで作業するときには、設定内の構造物などは特に確認することが困難なため、ロータリ除雪車に先行して作業員を配置し、構造物を確認させることも重要です。
シュート内の雪詰まりやシャーピン切断時にエンジンを停止させず除去作業を行ったため、重大な人身事故となったケースが多く報告されています。そのため除去作業は通常の駐車方法に加え、まずオーガブレーキを確実にかけ、各作業装置レバーを中立にします。その後エンジンを停止させてからキーを抜き、運転席内に点検中などの表示を掲げた後に除去作業を行います。降車時においてもステップに雪などが付着していると転落などによる事故が発生する恐れがあるため、確実に取り除いた後に降車するようにしましょう。標識装置や灯火類に雪が付着していると一般車両からの視認性が低下し、交通事故の原因となります。また油圧装置などに雪が付着し凍結すると稼働不良や故障の原因となるため、次の除雪作業に備えて確実に取り除いておきます。タイヤチェーンについては除雪作業中の切断を防ぐために摩耗状況を確認して適切な時期に交換作業を実施します。またチェーン交換作業時は平坦な場所で行うとともに、確実に輪止めを行い、複数人で声を掛け合い実施します。ソリ臭については除雪車本体への損傷を防止するため、摩耗状況を確認して適切な時期に当て板や交換作業を実施します。また当て板や交換作業については平坦な場所で行うとともに、確実に輪止めを行い、複数人で声を掛け合い実施するとともに、運転席内に整備中などの表示を掲げ、その他の作業員へ周知を行います。この映像で紹介したポイントは、除雪作業を安全に行うための一例です。それぞれの地域状況に合わせ、危険予知を常に心がけて、安全な除雪作業を行ってください。